はい、マイライツ TV にようこそということで、今回ご紹介するホテルは2020年10月東京銀座に新しく開業したマリオットボンボイ参加ホテル、アロフト東京銀座をご紹介したいと思います。このアロフト東京銀座は2020年10月1日本日開業ということでですね、開業日の最速レビューという形でお届けしたいと思います。お部屋はですね、アロフトスイートというお部屋なんですね。このスイートルームはですね、アロフト東京銀座の中で4室しかないスイートルームという形でですね、その中の一つを今回私で、ご紹介したいと思います。お部屋は14階ということでですね、高層フロア、そしてですねコーナールームということで、銀座の景色がドーッと見えてですね、すごく素敵なお部屋になっております。で、このアロフト東京なんですが、世界最大のホテルチェーンであるマリオットインターナショナルが行っているホテル会員プログラム、マリオットボンボイの参加ホテルということですね。2020年のホテルカテゴリーは5というふうになっております。なのでですね、スタンダード日ですとポイント宿泊では3万5000円ポイントで宿泊できるというホテルなんですね。で、このホテルには1階に WXYZ バーというのがあるんですけども、そちらのバーではライブアットアロフトということで、定期的にライブが行われる予定になっております。そして2階にはですね、ザ・ウェアハウスというレストランがあります。こちらではですね、朝食、昼食、そしてディナーをいただくということができるわけです。そして上にはですね、ルーフトップバーであるルーフドックスっていうですね、素敵なバーがあるんですよ。あとはこちらフロントロビーのサイドにはテイクアウトのショップもありますので、こちらで24時間軽食ですとかドリンクを購入するということもできるわけです。で、このホテルのロケーションなんですが、東京メトロ日比谷線の東銀座駅から徒歩で約2分ぐらいの場所にあるんですね。なので東京のビジネスにも観光にもとてもロケーションがいいホテルになっております。では早速ルームツアー行ってみましょう。ではこの部屋かなり広いので、ざーっと見ていきましょう。まずはこちらがリビングルーム、そしてこちらにはコネクティングスペースということで DJ ブースがあります。そしてここを抜けるとキングサイズのベッドがドーンと見えるベッドルームになります。では細かいところ見ていきましょう。まずはベッドなんですけども、キングサイズのベッド、ベッドはふかふかそうですね。ベッドのフレームはウッドになっております。その下にですね、関節孔がありますので、ベッドが浮いた形に見えるわけですね。床はこのような木目のフローリングという形です。そしてフローリングの上に絨毯、その上にベッドがあるという流れになっております。ベッドサイド見ていきましょう。こちらのすごく素敵でおしゃれなライトがありますけども、こちらのライトはディーゼルですね。テレフォンにアロフトのロゴ入りのメモパッドにペンシル、そして目覚まし時計があります。テレビのリモコンはこちらにあるんですけども、テレビはこちらぐるっとベッドから見ますとこちらにあるわけですね。この液晶テレビはですね、天井から床に突き抜けたこのフレームに壁かけられてるという形になっております。まるでね、液晶テレビが浮いてるように見えますよね。ちなみにテレビはパナソニックのビエラのものが使われております。なかなかいいものを使われておりますね。はい、そしてですね、このベッドサイド、もう一つ特徴的なのはここですね、バーコーナーがあるんですよ。このようなマーブル模様のストーンがバーになっているという形ですね。これはバー用のチェアですね。そしてこちらにはライトですね。すごくおしゃれなものが使われております。このバーコーナーから見るとですね、このような景色が楽しめるんですね。ここはね、昭和通りということで、昭和通りを眺めながらここでですね、ドリンクを飲むなんてこともできるんじゃないでしょうか。ちなみに今日は開業日ということで、いろいろねギフトをいただいております。これはスピーカーということでですね、開業日のギフトということでいただきました。それからこれはバッグですね。アロフト東京銀座というロゴ入りのバッグをいただいてます。ちなみにこちらはアロフト東京銀座のカードキーですね。このようなおしゃれなものになっております。いつもありがとうございますということで、マリオットボンボイ会員専用のカードホルダー、そしてですね、私マリオットボンボイのチタンメンバーということで、ウェルカムギフトが3種類から選べるんですね。今回私は朝食を選びました。おはようございます、グッドモーニングということですね。朝食を無料でお楽しみくださいというふうに書かれてますね。プラチナエリート、チタンエリート、アンバサダーエリートに提供されるものという形になります。ちなみにこのホテルなんですけども、建物の構成はこのようになってるんですね。リミックスということでロビーラウンジ1階、そしてザ・ウェアハウスということでオールデイダイニング、こちら2階にあります。そして WXYZ バーということでバー&ラウンジ1階、そしてルーフドックということでルーフトップバーですね、屋上にあります。リフィールということで、こちらはテイクアウト用の軽食ドリンクが買えるところ、そしてリチャージということでジムがあるという形ですね。このような構成になっております。はい、こちらのねタイルの角のねデザインもすごい素敵ですよね。ではぐるっと回りましょう。こちらはですね、ベッドルーム用のリビングコーナーなんですけども、このような六角形のですねストーントップのテーブル、そしてですねこのような素敵な色をしたチェアが1台置いてあります。
はい、ではですね、ぐるっと回ります。こちらはですね、コネクティングルームを仕切るドアということで、このようなですね、木目のものがすごく使われてますね。すごくおしゃれですよね。そしてこちらはですね、ガラスの壁になっておりまして、この先がバスルームという形になっております。では続いてリビングルームを見ていきましょう。リビングルームにはドーンと真ん中にこのような布地のソファーがあるんですけども、大きいですね。4人ぐらいかけられそうです。模様はですね、まるでこれ夜の空ですよね。これおそらくですね、銀座の夜の空をイメージしたんじゃないでしょうか。こちらのテーブルご覧ください。丸いテーブルがあるんですけども、明らかにこれ月ですよね。月面をイメージした丸いテーブル。テーブルトップはガラスになっております。なかなかね、いいものが使われておりますね。そしてこちらサイドにはですね、一人掛けの布地のソファーが置いてあります。はい、これはですね、デニム地になってますね。なかなか遊び心がありますね。そしてこのソファーの上にはですね、壁一面にアートのデザインがされてるんですけども、めちゃめちゃ素敵ですよね。様々な原色の色を使った壁一面のアートという形でですね、ここでのんびり過ごせるのはなかなかよろしいんじゃないでしょうか。そしてテレビはですね、こちら正面にあります。はい、こちらのテレビもですね、天井から床に突き抜けたフレームにかけられているという形ですね。向こう側はバスルームということでですね、このような素敵な空間でのんびりリビングルームで過ごすということができるわけです。はい、ではですね、コネクティングスペースも見ていきましょう。ここも遊び心がたっぷりですよね。まずはですね、目を引くのがこの DJ のターンテーブルですよね。開けてみましょう。パナソニック DJ ということでですね、これ私はね、 DJ はやったことないんで使い方がわからないんですけども、実はこちらにですね、アナログのレコードが5枚あるんですよね。はい、これはですね、センチメンタル通り蜂蜜パイということでですね、いろいろこだわりのセレクションがね、置いてあるわけです。ちょっとね、これ後でかけて聞いてみたいと思います。はい、そしてですね、このターンテーブルの横にはマーシャルのアンプですよね、スピーカーがあります。そしてこちらのターンテーブルの下のね、音楽機材を運ぶようなボックスがテーブルになってるわけですね。すごくおしゃれですよね。そしてこちらではなんとですね、このミスマッチご覧ください。鉄瓶が置いてあるんですよ。かなりね、これ重いですよ。これでね、日本茶をいただくということができるわけですね。湯沸かし器はデロンギ、そして、ね、アイスポット、そしてですね、ボスというブランドのミネラルウォーターをね、これ無料でいただくことができるんですね。そしてコーヒーメーカーはイリーのものが使われてますね。なかなか素敵なものが使われてます。テイクアウトができるということでですね、こちらにアロフトのロゴが入った紙コップも置いてあります。なかなか気が利きますよね。そしてこの下、冷蔵庫があるんですけども、開けてみましょう。はい、何も入っておりません。いろいろね、下のテイクアウトショップで買ったものとかをね、こちらに入れて冷やしておくということができるわけです。では続いて水回りを見ていきましょう。水回り、こちらが洗面台、そしてこちらがバスルームという形になります。まずは洗面台見ていきましょう。洗面台はですね、このようなタイル地になっていて、ミラーの後ろに関節孔が入っていてですね、このような浮いた形で見えるわけですね。そしてですね、シンクはこのようなメタルのものが使われております。とっても都会的ですよね。蛇口もこのようなメタルですね。シンプルかつおしゃれなものが使われております。そしてですね、こちらにはミラーがあるんですけども、これがグラスのコップですね。そしてタオルとハンドシートも置いてあります。これはアメニティの袋ですね。中ちょっと開けてみましょう。じゃんということですね、出してみました。はい、ヘアブラシ、ヒゲ剃り、歯ブラシ、こちらも歯ブラシ、そしてコットンセットという形でですね、一通り揃ってあります。そしてこちらにはソープとボディクリームがあるんですけども、メゾンマルジェラというブランドのものが使われてるんですね。それでは隣のトイレを見てみましょう。トイレはこのようなTOTOのウルシュレット搭載のものが使われてます。こちらのね、上のデザインご覧ください。素敵なアートになってますよね。ではバスルームを見てみましょう。バスルームはこちらになります。これね、かなり広いですね。さすがスイートルームという形なんですけども、壁はですね、ガラス張りという形になっております。そしてですね、このバスタブはこのようなですね、白いものが使われてるんですけども、かなりね、大きめですね。はい、こちらの蛇口からお湯をザーッとね、出すことができるわけです。そしてこちらにもシャワーヘッドがあります。上にはですね、レインシャワーもちゃんと完備されていますので、上からザーッとですね、お湯や水を垂らすということができるわけです。はい、こちらにもアメニティがあります。コンディショナー、シャンプー、そしてシャワージェルという形でですね、一通り揃っております。はい、そしてですね、やはりこちらのタイルですとか、この床がですね、2段になってるんですね。とてもね、快適にね、使えるんじゃないかなというふうに思います。ではクローゼットを見ていきましょう。クローゼットはここを突き抜けると、このような形でですね、クローゼットスペースがあるんですけども、やっぱりなんといってもこの目を引くのがこの壁紙ですよね。アロフトの紙とね、包みがずらーっとね、デザインされてます。こちらにはスズメちゃんがいますね。そしてこちらはね、ハンガーのコーナー、そして消臭剤もありますね。はい、これはね、
アルミでできた武骨なものが使われてるんですけど、それがね、すごくおしゃれですよね。はい、そしてこちらはスチームアイロン。そしてこちらには、このお部屋のスリッパがあります。ナイトウェアチェックインした時に下からね、いただくという形になってるようですね。はい、ではラゲッジラックを見てみましょう。こちらのラゲッジラック開けてみますね。じゃんということで、セキュリティボックスがあります。はい、そしてこちらは姿見ということですね。ミラーがあるわけですね。ではこのお部屋の景観を見ていきましょう。コーナールームということで昭和通りがね見えてきます。今夕方なのでですね、だんだん暮れてきてますけど、この先にはですねスカイツリーが見えます。はい、そしてこちらぐるっと回りますと昭和通りが見えるわけですね。向こうは東京湾なんですけど、この部屋からは海が見えません。下をね見ますと昭和通りがね流れてるということで、若干ね車の音が聞こえますけども、夜になったら多分ね静かになるんじゃないかなと思います。こちらもね見ていきましょう。このね夜景ね、皆さん後でご覧いただきたいと思いますけども、なかなかね夕暮れ時の景色も素敵ですよね。では電気を全部消して夜景をご覧いただきたいと思います。ちょうど向かいのビルにですねアロフトのロゴが映ってるっていう感じですよね。はい、ビル街がねざーっと見えます。そして下は昭和通りなんですね。車はそこそこ走ってますけども、車の音はあんまり聞こえないですね。はい、かすかに聞こえるっていう感じです。ではですねベッドルームの夜景もご覧いただきましょう。電気を真っ暗にするとですね、とてもムーディーな雰囲気を楽しむことができるんじゃないでしょうか。こちらはですね、ベッドルームのバーの方から見てるんですけども、このような素敵な夜景を楽しみながらですね、のんびりと過ごすことができるわけです。これはね、スカイツリーですね。はい。スープ、卵料理、サイドディッシュのセットか、ビュッフェスープか、おにぎりっていうことですね、選べます。まあ、今回はですね、このスープ、卵料理、サイドディッシュを選ぼうかなと思いますけど、卵料理もですね、いろいろと選ぶことができるんですね。スクランブルエッグ、卵焼き、ポーチドエッグ、ボイルドエッグ、オムレツということでですね、ベーコン、クリスピーベーコン、ポークソーセージ、チキンソーセージ、ジャンボ、クランとですね、どうしようかな今回は、オムレツをいただこうかなと思います。アロフト東京銀座の朝食です。サラダにスープ、フルーツ、ドーナツ、クロワッサン、そしてオムレツにハムにソーセージをいただきました。結構ボリューミーですね。はい、そしてコーヒーとグレープジュースです。サラダが新鮮で美味しいですね。以上、今回のホテルルームツアーは2020年10月東京銀座に新しく開業したマリオットボンボイ参加ホテルアロフト東京銀座を開設しました。マイラス TV ではこのようなホテルの楽しみ方をガイドしていきます。ぜひチャンネル登録をお願いします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。